こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんか前髪切ったらさ、長い髪の毛が目立つよ。よいしょ。リップ塗り忘れちゃったよ。最近なんかね、リップ塗り忘れる方が多めです。はい、こんな感じ。今日もみんなに麻生家の具沢山のお味噌汁を見せようと思ってチンしてきた。ほらさあなんですよ。人参は薄めに切りすぎました。なんかね、朝起きた時は大丈夫だったんだけど、お昼ぐらいからなんか喉が不調、なんかわかんないけど、なんかさ、わかる？風邪ひいた時のさ、風邪はひいてないと思うんだけど、風邪ひいた時の口の中のなんか味みたいな。何味？味噌味。そう、味噌汁です。うん、ああ、風邪ひいた時の味は味噌味じゃないけどね。あれ、髪の毛落ちてった。まあいいや。そう、分かんないんだけど、なんかね、あ、花粉症かもしれない。そうかもしれない。今花粉の時期でしょ。でも今日は外出てない。よいしょ。あ、ね、本当に、ま、眉毛じゃない、何この前髪ね。ちょっと今日巻きすぎちゃった。前髪しか気にしてないけど、本当に本当に前髪が本当に前髪が、うん、何とも言えない。でもみんな前髪好きって言うなら後悔しない、後悔してない。うん、なんか伸びても切らなきゃなんだよ。うん、今日も歌を歌おうと思ったんですけど、あのヤッフォンなくしました。それやったら前髪さんって呼びますね。前髪さんですね。はい、前髪さんって言ったら笑いますね。そう、多分扱いがまた忘れちゃったからだと思う。見て、このなんかさ、わかる？このなんかちょっと広そうに見える感じ。あ、三角ですね。ヤッホー、おいおい、どこだい、どこ行った、出てこい。あの、聞こえないみたいなんです。はい、あの、いないですね。ちょっと触って、投げさない直角三角形、イエーイ。え、広く見えない、おでこ大丈夫？返事来たらやばい、確かに。え、一瞬ちょっと待って、5秒待ってて。あ、分かった、はい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 、お待たせ。はい、失礼しました、お待たせしました。ありました。あ、はいはい、よいしょよいしょよいしょ、あったぜ。あったよ。なんかさ、足がね、聞いてほしい、ちょっと話ずれますね。あの、昔からの悩みがあって、あの、あってですね、なんか原因わかんなくて、調べてもなんかわかんないんだけど、足の裏が黄色いんですね。これは言っていいのか分かんないけど、そう、黄色いです。なんか本当に友達にも、
って言われるぐらい。なんか何色って言えばいいか分かんないけど、黄色、黄色いんです。はい、パプリカぐらい、そこまでじゃないかもしんない。いやそんなじゃないけど、なんかなんだろう、なんか、うん、なんだろうね。みかん食べ過ぎ、あ、そう、なんかみかん食べ過ぎたら手が黄色くなるっていう、多分そういう感じなのかな。なんだろうね。見てください、私のお気に入りのキノコちゃんです。それも一匹じゃない、一体じゃないの。じゃん、二体。そして二体いると思うじゃん。こちらもいるんですね。そしてめっちゃ可愛いの、 こいつって言ったら悪いかもしれないけどね。じゃん、それも一個ずつ見てほしい。え、ちょっとなんかさ、ちょっとコスメ紹介みたいな感じでやっていきますね。はい、こちら目を見てください。あの、はい、私が描きました。はい、あ、キノコですか、食べるのですか。ダメです。食べるのはダメ。でもなめことえのきは食べれちゃうけど、そう、そう、あとはじゃん、これちょっと目が黒い、ちょっとなんかね、うん、黒目のね感じなのと、こいつ、こいつって言っちゃったけど、あの、このね、見て、この可愛くない、一番可愛いと思うの、この顔。なんかなんていうの、なん、ちょ、真似していい？真似しますね。このテンっていうって感じじゃないですか。テン。これめっちゃお気に入り。テン。これは顔で。これは、これなんだろう、これ。で最後ね、これは見える、これはって感じ。ちょっと待って、このさ、一発勝負っていう、なんかこの変顔になるかならないかのラインで攻めるのが大変。みんな同じやんけ。確かに。でもちょっと変えたと思うんだけど、どうでしょうか。あ、面白いですね。わ、あ、キノコ座れませんね。このキノコバランスが悪くてですね、あの、ちょっとぶつかっただけでファッってなるんです。キノコのお話はこれで終わりとしましてですね、はい、そうなんですよ。あ、ちなみに今日の味噌汁、玉ねぎいっぱいですね。玉ねぎ丸々1個使いました。人参は半分の半分の半分なのに。なんでこれを、なんだろうね。はいね、今度 ASMR しよう。どう？木のプラットフォームからジェナ、お、聞かせて聞かせて、なんだい。え、いっぱい詰め込んじゃってさ、ちょっとさ、次の配信とかどうしようみたいな感じなんですけど、どうしますか。はい、明日は多分朝やりますね。あ、キノコのお味噌汁は作る予定はないです。はい、あ、ちなみに今日ストレートにしました。はい、どうでしょうか。そう、いっぱいメールでね、おはようね。え、何、おはようって言うだけでいいってこと、小声で。あれ、それは恥ずかしいな、それは恥ずかしいな。
今日はですね。昨日何歌ったっけ？昨日何か歌って大人になる前をやめたのか。じゃあ今日大人やる？他に集めてるもの？清楚キャラ？そうなの？ささやき配信って人気高いの？本当？他何か集めてる？そう、昔から結構小学校の時からなんですけど、あれですよ。おいせ。小学校の時から映画のパンフレット集めてます。ファイリングしてあるんですけど、最近はちょっと全然映画館とかに行けてないのでないんですけど、昔、本当に昔の映画、本当にめっちゃ昔とかじゃないけど、何年生ぐらいんだろうね、あれ。まあ5年4、6年ぐらい前からは集めてると思うな。でも見せられないんだよね、それがね。 そう。 何系の映画が多い？なんだろう、一応なんかその気になるものとか一応全種類は持ってきてみてるかも。昔はね、最近はもう気になるのとか、ちょっと表紙っていうの、フライヤーの、なんだろう、あれが あるやつ。 柄が好き、柄、写真が好きなのなんだけどね。そうですね。あら、私何時から始めた？7時から始めた。そしたらもうちょっとじゃん。やばいね。歌うとか言って歌ってない。歌います？大人歌おうと思ったんだけど、それで大丈夫です？皆さん今日喋るだけにしますか？ 明日寝起きに歌っちゃうとか。そうなんです。アニメのやつも持ってきたりしてる。なんか友達に見せようみたいな感じ。一番泣いた映画あるよ。でもね、そんなにめっちゃ映画行くってわけじゃないから。そうなんですね。あ、でも好きなジャンルは恋愛ですね。夢見る少女してました。じゃあ時間ないから始めちゃおうっと。 今日ちょっと喉悪いから許して。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから決めたこの道は遮るもの何もないから、風は強いけど見晴らしがいいもんだ。行きたい場所へ行けると今日まで信じてきたのに、それが幻想で気づいてしまう。何が待ってるのか知りたい。いつか大人になるんだ、嫌だって拒否しても、世間体を気にしながら立て前言うだろう。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。
はい、ちょっと時間がなさそうなのでね、ここの辺でちょっと今度フルで歌いますね。ちょっと最近ね、時間を過ぎすぎてるなと思いましてごめんなさい、急にやめちゃって。今度フルでちゃんと歌いますのでお待ちよ。見て、持たなくていいってことに気づいちゃった。すごくない？なんかさ、顎が分裂してる人みたい。はい、ごめんなさいね。今日はちゃんとね、ちゃんとしたスクショタイムを撮ろうと思って。ごめんよ。え、みんなごめんね。でもやりたいね、これ。はい、今日は何のポーズしますか？久しぶりにみんなに聞こうと思うよね。これ時差ある？どうなんだい？じゃあ大人と、大人、今日キノコポーズ。確かに確かに、今日キノコの話したわ。何、キノコどんなポーズ？ここなんだろう、こんな感じ。え、違うね。キノコってどんなの？どんなポーズなんだろう、キノコって。みんなどんな、ちょっと文字にして、ちょっとみんな文字にして、よいしょ、よいしょ、おっこいせーとか言ってっちゃって。そう、キノコ、そうなんだよね。どうなんだろうな、ちょっと何、どんなの？キノコ、その絵文字でしょ。なんだろうな、頭の上で三角でいい。なんか山かなと思っちゃったんだけど、大丈夫。じゃあこれでいきます。よいしょ。映っちゃいけないもの映っちゃうかなとか思っちゃったり。大丈夫です、はい、これは NGT のものだけなので。あ、ちょっと失礼。はい、はい、じゃあいきますね。はい、きのこ、あ、待って、きのこのあの顔しなきゃだ。じゃあ一番お気に入りのやつしますね。ポワって顔しますね。いきますよ。どれだろう、どいつだ、あ、こいつだ。はい、この子の真似します。見えないよ、ほら、じゃん、いきます。はい、これかな、これがね、多かったね。はい、はい、次。そうだよ、さっきのお気に入りのやつ、キノコだよ。キノコは食べれねえけど好きだよ。ガチャガチャは一ニョッキ、一ニョッキ、二ニョッキ、三ニョッキ、あったね、そんなゲーム。一回したことある。次は何しますか？何する？時間なっちゃう、やばい、あと1分だ、やばい、全然歌やめた、あれなかった。じゃあ今日2個だけでいいですか？はい。ラップなのあれ、本当？じゃあそろそろ終わりますね。ありがとうございました。じゃあね、ご飯食べてきます。みんなもちゃんと食べてね。ちょっと今日前髪オイリーでした。よく長くない？てな感じで切ります。バイバーイ。バイバーイ、ありがとう。